午前8時前の新潟駅前です。現在雪は時折小さく細かい雪が降っていて風が冷たい状態です。通勤通学時間帯ですが、こちらバス停は通常時に比べて少し混雑しているということです。今シーズン一番の寒気が流れ込んだ県内、今朝の新潟駅前では手袋やマフラーなど防寒具を着込んだ人の姿が多く見られました。めっちゃ寒いですいつもより分厚い上着を着るようにしてます。すごく寒くて外で待ってるの辛いです。急に寒くなって体調を崩さないようにしたいです。先週金曜日には糸魚川市で最高気温が12月としては観測史上初めて夏日となりましたが、その後冬型の気圧配置となったことで天気は一変。朝の4時頃のすごい風だった。突風が吹いとって。昨日佐渡市の漁港では岸辺にワイヤーでつないでいた船が高波で押し流されたほか、今日明日なんか結構積もるらしいということで、まあ全部準備は OK なんですけどね。あとはもう本番を待つばかりっていう感じですけど。十日町市では昨日の午前11時から雪が積もり始め、豪雪地帯の住民も冬本番に備えていました。そしてもう重い雪でさ、大変なんですって。スコップもなんか刺さらないような感じで。長岡市山越地区では午前9時時点で19センチの積雪を観測するなど、山沿いを中心に各地で積雪がありました。この雪で交通にも影響が。北陸道上り線では事故の影響で現在車線規制がされていて、上り線を走る車は少し渋滞が起きています。今日午前5時半ごろ、北陸自動車道上りの牧片東インターチェンジから三条つばめインターチェンジ間でトラックなど車4台が絡む事故が発生。さらに関越自動車道下りでも車の事故により一時通行止めとなりました。21日からは再び強い寒気が南下し、冬型の気圧配置が強まる見込みで、警報級の大雪となる恐れもあるとして、新潟地方気象台が注意警戒を呼びかけています。